が余ってるので焼肉をしたいと思います。ちょっとね、一人焼肉ですよ。なんかね、寂しい感もあるんですけど、でもね、せっかく肉余ったんだったらね、ちょっと焼肉食べたいですよね。で、今日はこの野菜とお肉で焼肉します。あったまったかな。全然10って言わんわ。お、言った。あ、いい感じじゃん。ただね、この野菜ね、別の料理に使った余りなんで、ちょっとね、切り方がね、なんかこんなすごいちっちゃい切り方ね、確実に焼肉用にはなってないんですけど、でも仕方ない、もう切ってあるんでね。お肉も焼いていきます。これ韓国のスーパーで買った豚肉です。お肉はね、豚肉と牛肉を用意しました。もうね、ひっついてね、全然取れない。どうなっとん、絡み合っとる。もう肉取れん、あ、取れた。やば、焼けるの早っ。もう焼けよるやん、こっち。うわ、美味しそう。ちょっとちょっと、てか火強い。弱火で。あ、もうできた。ちょっと待って、もうできた。これ日本で買ってきたジョジョ園のタレ、これで焼肉食べたいと思います。このタレがめちゃくちゃ美味しい。もうね、他のね、タレとは全然違う。美味しそう。いただきます。やばい、肉がすごい美味しそう。湯気でよるし、これね、もう焼肉大好き。やばい、美味しそう。うまい、うまい。白いご飯と一緒に、これ雑穀米入れてるんで白くないんですけどね。うん、ご飯合う。もうね、エリンギもこのコリコリ感大好きです。うん、美味しい。牛肉できた。こっちが牛です。それさ、ご飯に乗せて食べると美味しい。熱っ、熱っ、熱いよ。いい、やけどになる。こんな感じでご飯に乗せて食べます。うまっ。でもせっかくやったら普通の白ご飯炊いたらよかった。広告前にするんじゃなかった。うん、豚肉焼けるめちゃくちゃ早い。すごい美味しい。てかネギ焼くんが相当時間かかっとる。なんでやろ、分厚いけんかな。あ、ね、今日韓国に関係なさそうな動画に見えるんですけど、韓国のスーパーで買った野菜と韓国のスーパーで買ったお肉と韓国の電気屋さんで買ったホットプレート使ってるんで、一応韓国関連だと思います。まあ美味しいんで何でもいいですよね。ネギ美味しい。あ、食べる方の箸で焼いてしまった。最悪。ちょっとね、焼肉するときはね、焼く用の箸とね、食べる用の箸分けとかないとね、生肉のついた箸で食べちゃいますよね。こっちが焼く用の箸です。やっぱりね、牛肉より豚肉の方が美味しい。美味しい、豚肉油いっぱい乗っとって。あ、これはご飯に乗せるより、肉が大きいけん、ご飯を巻いた方がいい気がする。もうこんな感じかな。うわ、肉巻きご飯になった。美味しそう。うまい。やばい、音が。焼肉って楽しいですよね。一人焼肉しながら焼肉楽しいですよねって、もうすごい寂しい女みたい。うわ、力出た。大丈夫？だからさ、これなんでこんなさ、お肉とご飯って合うんやろ。でもお肉美味しいわ、ご飯とほんま合う。うん、ご飯落ちた。うん、美味しい。いい音。もうこんないい音他にないわ。肉焼く音ってね、もう音だけでご飯進むもん。うん。うわ、いい焼き頃。湯気でよる、ほっかほか。美味しそう、やばい。これね、タレがまたすごい美味しい。やっぱジョジョ園ってね、高いだけあるわ。でね、豚肉は大きいんで、さっきと同じく肉巻きおにぎりで食べます。お、噛む。うん、美味しい。うん、ご飯合う。まあね、食べるスピードが速すぎてね、タレが間に合わん。あ、いかん、またちょっと食べる箸で肉つかめた。もう広げるのめんどくさい。もう適当に焼いてこかな。やば、肉一瞬や、もうすぐ焼ける。あ、
そうか、これ場所が悪いんか。ここで肉焼くけん、一番焼ける場所で肉が。やけに野菜なかなか焼けるんだよな。うん、ネギ美味しい。何気にね、間で挟んで食べるネギ美味しいんですよ。うん、近づけたけど、こっちの方がええな。最初からこっちにすればよかった。やばい。家の焼肉も結構いいですね。準備するの簡単やし。あー、ご飯とお肉美味しい。美味しい。うん、このお肉実はね、脂身そんなにないんですよ。でもね、やっぱね、焼肉ってね、肉の質も重要なんですけど、タレが大事。どんな肉でもタレめっちゃ美味しかったらね、美味しい焼肉で食べれる。美味しい。うん、悲しいのがね、ご飯炊いてなかったんですよ。だから冷凍ご飯しかなくって、もうラストです、これ。ご飯もっと食べたい。でもな、レトルトご飯コンビニまで買いに行くめんどくさいしな。たっくんは30分かかるし、焼肉だけ楽しみます。あ、最悪や。食べる方の箸で肉掴んでしまった。もう、なんしょん、ほんまに。もう、洗ってきました。あ、そうや。それで、これ、切り餅。切り餅焼いたらどうなるんやろ。鉄板で焼けるもんかな。焼けるか。火通したら全部一緒ですよね。ちょっとこの辺に、ちょっと適当に置いとこう。うまっ。危ない。また生の肉、食べる箸で。もうほんますぐ忘れる。ね、めちゃくちゃ忘れっぽい。あ、餅大丈夫？あ、全然余裕。じゃ、まだまだできんな。あ、でも、ちょっとふにふにになった。餅大好き。やばい。ちょっと焼きすぎやな。でも、これぐらいでも美味しいです。タレが美味しいんで。うまっ！うますぎる。美味しい。ご飯合うわ。ご飯もっと欲しい。炊いとったらよかった。すごい豪快。これさ、餅いつできるんやろ。まだまだ時間かかりそう。あー、トング使えばよかった。私なんでトング用意せんかったんやろ。もう今さらええか。お肉おいしそう。うわ、もうできとるやん。気づかんかった。お肉、熱っ熱っ、指熱い。あっ、熱い。豚肉もおいしいし、てか豚肉の方がおいしい。白いご飯なくなった。すごいショック。もう仕方ないね。これさ、餅の食べ頃がわからん。まだ硬いけんいかんのな。なんかお腹いっぱいになった頃に出来上がりそうや。熱っ。やばい、餅に肉がついた。熱っ。うーん、しかも絡まっとる。もう豚肉塊になっとる。まあええか、このまま焼こう。あれ？まだ肉赤い。ちょっとちょっと、やばいかん、これ。こっちが赤い。ちょっとね、豚肉のね、生煮えは危険ですよ。しっかり焼いた方がいいです。うまっ。あ、なんか餅膨らんどる。忘れとった。え、いけるんじゃん、これ。いけるか。あー、なんか食べれそうかも。食べようかな。なんか餅すんごい膨らんどる。知らん間に。美味しそう。ちょ、餅食べよう。あれ、餅ってなんで食べるん？タレでええんかな。熱っ！もう、鉄板熱い。やばい、もう餅パンパンや。美味しそう。うわ、これ、砂糖醤油の方が良かったな。まあ、ええか。めんどくさいわ、そんなもん今作る。あかっ！うわ、うまい！餅美味しい！もくもく！あくみばいか！もくやけん。餅美味しい！あくい！あくいあくいあくい！うるせえ、もく！うわ、肉やばいやばいやばい！ちょっと、先に肉を。あ、餅巻き肉にしようか。餅巻きちゃうわ。肉巻き餅にしようか。こんな感じで。うん、うまい。まあ、あえて言うならね、牛肉より豚肉の方がええな、餅は。やばい。餅と肉の相性抜群や。
熱い。餅美味しい。普通に餅めちゃくちゃ美味しいわ。ネギ、周りサクサクで中とっとになってる。あ、餅ね、砂糖醤油全然いらんかった。もう焼肉のタレが甘辛いけん、全然美味しい。合う。最高。お腹いっぱいや。あ、ネギ残ったの食べないか。おいしい。ごめんなさい。なんか私が単純に肉食べてるだけの動画になりましたね。ごめんなさい。紹介でも何でもないわ。でも美味しかった。たまには焼肉いいですよ。ごちそうさまでした。